ラッシュのパワーマー京さんです。よろしくお願いします。さあ今日はですね BMX の、まあ、選び方は前回ね以前動画で紹介したんですけれども、まあ、実際にその動画の中でおすすめの BMX とか、まあ、3台ですねストリートとあとフラットランドを紹介したんですけど、まあ、もちろんねそれ以外のたくさんメーカーがあっていいブランド、まあ、かっこいいね BMX もたくさんあるので、まあ、自分でBMX をね、まあ、選んでいくときに、まあ、どういったところを見たらいいか、まあ、いわゆるそのホームページとか、見たときにスペックって載ってると思うんですよ。いろんなどういうパーツがついてますよとかっていうのが記載されてるんですけど、まあ、それを見ても多分最初何書いてるかねよくわかんないと思うんで、今日はそのスペックの見方を、簡単にですね、解説していきたいと思います。まあ、これをねある程度なんとなくね覚えてると、まあ、自分でBMX を選ぶときに、まあ、どういうパーツがついてて、まあ、これがついてたらまあ大丈夫かなみたいなのも分かってくると思うので、ぜひこれからね BMX を選ぼうと思ってる人は、参考にしていただければと思います。さあということで、実際にですね、まあ、今日ちょっとフラットストリート、まあ、それぞれ、まあ、大体見るとこ一緒なんですけど、それぞれね、サイトをちょっと見ながらね、実際に解説をしていきたいと思います。今回はですね、前回の後悔しない BMX の選び方で、紹介させていただいた、フラットランドのおすすめ完成車の RS バイクスの中から紹介していきたいと思います。で、RS バイクスの、20インチの自転車ですね、の完成車、アプラスっていうのがあります。アプラス。で、これの2020年バージョンですね。で、実際にスペックをちょっと見ていくと、それがこちらになるんですけれども、まずですね、まあ、カラー。まあ、カラーはね、わかりますよね。暖色展開。このアプラスで言うと、マットブラック、マットオリーブ、マットカーキ、マットシルバーの4色展開になってます。はい。で、続いてフレームはアプラスっていうフレームを使ってますと。で、続いてがトップチューブ。まあ、これは前回の動画でも紹介しました。ここは見てくださいっていう話なんですけれども、トップチューブレンス、長さですね。はい。まあ、一応言っとくと、ここの、上の部分のチューブの長さ、これがトップチューブです。で、ここの長さが結構重要なので、まあ、体格とかに合わせて、選んでもらいたいんですけど、まあ、その選び方は、前回動画参考にしてください。で、これが 470mm。で、カッコで 18.5 って書いてるのが、トップチューブのインチの長さです。18.5 インチですね。はい。で、続いてリアセンター。これはおそらくチェーンステーの長さだと思います。はい。まあ、いろいろね、ちょっとメーカーによって書き方がちょっと変わってるので、まあ、基本的にはそのトップチューブとチェーンステーの長さとかっていうのを見るのが多いです。で、チェーンステーっていうのが、このチェーンが張ってるとこありますよね。この下の部分、下の方のチューブ、チェーンのところのチューブです。ここの長さですね。で、これがチェーンステーの長さになります。で、これが、317mm、12.5 インチっていう記載になってます。で、あと続いてヘッドアングル。ここら辺も結構、まあ、フレームを選ぶときとかいろいろ見ていくんですけど、で、僕は正直ヘッドアングルそんなに気にしたことないです。リアライダーなんで、フロントライダーとかめちゃくちゃ気にします。で、一応言っとくと、ヘッドアングルっていうのはこの、ここですね。この先っぽの、この角度。まあ、要は、この、ここの先っぽの先端の部分ですね。ここが、この角度ですね。こういう、まあ、こんなに曲がることないですけど、まあ、これが何度かっていうことがヘッドアングルです。はい。で、ついでに、次も言っとくと、シートアングルっていうのはこのシートチューブ、このね、シート刺さってる部分、縦に入ってるところ、はい。ここの角度です。このね、この角度がシートアングル。まあ、僕はそこも、一切気にしたことはありません。はい。まあ、そこでも乗り味ね、変わるって言われてるんですけれども、一応、アプラスはヘッドアングル75度、シートアングルが72度ということになってます。大体でも、完成車はほとんどそのヘッドアングルとか、そこら辺大体どのメーカーも似通った感じにはなってると思うので、まあ、そんな気にしなくていいです。で、続いて、リアエンドサイズはですね、このハブが、ペグがついてるんですね。ここの、まあ、ちょっと今ペグがついて見えてないですけど、この、はめる、ところの穴というか、溝の厚さ。まあ、要はシャフト。リアハブの棒がね、横に突き刺さってるんですけど、その、まあ、シャフトが、
まあ、10ミリのやつに対応してますということです。まあ、だから、例えばこのリアエンドが10ミリのフレームに、例えばそのストリートとかだったらもうちょっと大きいんですよね。シャフトが14ミリとかですか、ちょっと忘れましたけど、まあ大きいんで入らないですね、そもそも。だけどフレームだけ買うときにそこら辺も自分のシャフトの、何ミリの使ってるかとかで、そこを見ないと買ったものの入らないみたいな、つけれないっていうこともあるので、まあそういうところは見ていく形になります。まあ、あの完成者の場合はそんなにここも見なくて大丈夫です。あとフォークは、アプラスゼロフォークっていうのを使ってますと。で、一応フラット、まあこの後ね、ストリートも簡単に説明するんですけど、まあ見方は一緒で、フラットランドの場合は、フォークはですね、はい、ちょっとわかりづらいんですけれども、フォーク、これね、オフセットっていうのはね、ついてないんですよ、フラット。基本的にはね、完成者とか多分、あの、20インチの場合は。この、オフセットっていうのが、ちょっと今ストリートバイクはないんで分かりにくいんですけど、まあ、要はフラットランドってハンドル回したりいろいろするんで、このハンドル半回転させた時に、同じ位置にこのペグが来ますよね。で、オフセットがついてるやつ、ストリートとかついてるんですけど、このフォークがあって、オフセットついてたら、ちょっとね、ペグの位置がこっちになります。こう来て、こうなってるんですよね、先端が。で、実際にありゃいいんですけど、ちょっとないので、まあ、オフセットがどれぐらい突き出しが出てるかみたいなので、乗り味とかもちょっと変わってくるようになってます。で、続いて、バーですね。ライズ、高さですね。高さが200ミリ。で、ワイドが幅ですね。680ミリ。で、バックスイープが6度っていう記載になってます。で、これは、まあ、あの、なんとなくわかると思うんですけど、高さっていうのは、この、こっから、ここの高さですね。で、幅はもちろんこの幅です。この端っこから端っこ。で、バックスイープっていうのが、これもバックスイープ若干ついてるんですけど、オータムのハンドルバーで。まあ、ちょっとなんで分かりづらいですけど、ちょっと、この両手持つところが、後ろに来てますよね。分かります？ちょっとだけ曲がってるんですよね。後ろに、ハンドルが。この持つところ。で、これがバックスイープってやつです。これが何度ついてるか。で、ストリートとかは基本的にバックスイープついてます。で、僕もバックスイープついてるんですけど、フラットランドの場合はバックスイープついてないやつ、もうゼロ、もう本当にまっすぐのバーとかっていうのもあります。もう細かく言い過ぎてるんで、ちょっとサクサクいきますね。ステム、まあ、ステムがどういうのついてるかで、あとはステムの突き出し、35ミリって書いてますけど、ステムの長さですね。ステムの長さが何ミリかで、基本的にはストリートが長くてフラットは短いです。はい。あとは、まあ、グリップどういうの使ってるか、ジャイロどういうの使ってるか、で、ブレーキレバーの種類、テクトロ、どういうの使ってるか、で、ブレーキ自体、本体ですね、どういうの使ってるか、で、あと、クランクが、これはですね、黒森の、3ピースクランクの160ミリって書いてます。これはですね、クランクは、一応大きく分けたら、1ピースクランクと3ピースクランクっていうのがあって、まあ、ほとんどはもう今、3ピースクランクです。昔は、1ピースクランクっていうのが主流だったんですけど、結構重かったりね、いろいろするので、もう今はね、あと強度とかも含めて3ピースクランクが、主流になってます。まあほとんど、まあ、僕が前回紹介した、中の完成車の BMX は全部3ピースクランクです。で、1ピースクランクとかがついてる BMX は、だいたい街乗り用とか、まあ、あとちょっと安いやつとかについてたりしますので、まあ、そこもちょっと見といてください。で、あと、その 160mm とかっていう長さはクランクのここの長さですね。クランク、ペダルがついてる部分のこの長さがクランクの長さで、これも、フレームのサイズとかによって違うんですけど、基本ストリートが長い、フラットはちょっと短めっていう風になってます。はい。続いて BB ですね。 BB が、シールドベアリング、スパニッシュ BB っていうのがついてます。ボトムブラケットっていう部分です。いわゆるクランクの根元、スピンドルの部分、このここの部分ですね、はめ込む部分の、大きさっていうか種類ですね。で、この BB も、4種類あって、アメリカン BB とスパニッシュ BB とユーロ BB とあとミッド BB っていうのがあるんですけど、アメリカンはもう、昔は主流で今はほとんどないです。まあ、言ったらワンピースクランクとかついてる BMX は今もアメリカン BB がついてたりします。まあ、要は街乗りとかちょっと安めのやつですね。で、基本的に今はほとんど主流はミッド BB と、スパニッシュ BB
この2つです。で、まあ、たまにフラットランドとかでユーロビビっていうのがあります。まあ、径が違うんですね、サイズが。なので、フレームを買うときとかも見てほしいんですけど、何の BB か、まあ、ビット BB なのか、みたいな。で、今つけてるやつがビット BB だったら、そのまま、変えれるんですけど、まあ、例えば、今完成車乗ってるのが、まあ、ユーロ BB だとして、次買う、新しくね、フレームだけ買おうと思って、ミッド BB のフレームを買いましたと。で、そうなると、そのままいけないんで、クランクも変えないといけないとか、まぁ、ちょっとね、いろいろ、そのまま変えれないパターンもあるので、まぁ、そこは、買うときに、まぁ、自転車屋さんとかに聞いてみてください。はい。で、あと、まぁ、チェーンはどういうの使ってるか、で、シートどういうの使ってるか、シートポスト、どれぐらい長さあるかとか、まぁ、そんな別にここ見なくていいです。で、スプロケットですね。ここ 25T って書いてるんですけど、ここの刃の数が、ここね、刃の数が25枚ついてますという感じです。で、ペダル、プラスチックペダル。で、リムがアレックスリム使ってますっていうことですね。これ結構軽くていいやつです。アレックスリムで、スポークが、この種類使ってる。で、リアハブが RS バイクスの QT、刃が9枚ですね。のフリーコースター。で、36H って書いてるのは、まあ、ほとんどもうこれは別に見なくていいんですけど、このスポークの数っていうか、ね、何本穴が開いてるかみたいなやつです。はい。で、10ミリ、シャフトが10ミリのやつですね。で、フロントハブも同じく 36H、で、10ミリのやつを使ってますと。で、タイヤは RS バイクスの A クラス、20インチ用の幅が 1.90 のを使ってますと。で、ペグは、このペグ使ってます。で、長さと幅ですね。で、38ミリっていうのがこの、なんですか、厚みっていうか。で、長さが10ミリ、あ、100ミリ、10センチですね。で、あとメイドインチャイナで作ってますという感じですね。はい。まあ、こんな感じです。で、一応もう一個、ちょっとストリートの方も言っとくと、サブロサですね。の、前回の動画で紹介したウィングスパーク、2020年バージョンですね。こちらのスペックもちょっと見ていきたいんですけど、まあ、ちょっと重複する部分は割愛します。で、フレームがまずですね、これ 100% 1020配点っていう、ちょ読み方が分かってるか分かんないですけど、まあ、配点使ってますと。で、黒盛りと配点っていうのがあって、結構多いの黒盛りなんですよ。でも、言ったらその種類ですね。何の鉄の種類っていうか、僕もそこら辺ちょっと細かく分かんないですけど、なので別に配点がなんか悪いみたいなイメージがどうしてもあるんですけど、まあ、黒盛りが主流っちゃ主流だと思うんですけど、まあ、別にその、配点が悪いっていうことはなくて、しっかりした配点、もうなんか配点も多分種類があるので、あれなんですけど、でもここら辺のはちゃんとしてるやつだと思うので、全然問題ないです。で、トップチューブの長さとか、チェーンステーの長さ、ヘッドチューブのアングル、シートアングルとか言いましたね。で、BB もそうだし、まあ、あとは大体一緒です。まあ、ストリートで、あとは見るべきところっていうと、そんぐらいですね。はい。見るとこは。大体一緒です。で、あと重さがたまに書いてるメーカーとか、これだったら、ジックジャパンの方に記載されてるのは 11.79 キロ。っていう風に記載されてます。で、重さ、本国のホームページ、まあ、日本語版がないところもあるんですよ。の場合は、結構重さもまあ出てるんですけど、キログラムじゃなくて、何ポンドとかで出てることもよくあります。なので、その場合は、まあ、普通に検索したら、なんか何ポンドが何キロとかに変換できるやつあるんで、まあ、それでちょっと見てもらって、まあ、大体完成車だったら、12、3キロとかが、13キロまでが多いですかね。はい。ので、まあ、もちろん軽い方が、まあ、やりやすいんですけど、まあ、そこはね、別にそこまで、結局、パーツも、まあ、乗ってたら変えていくので、で、軽くなっていくので、まあ、最初はね、ある程度、ちゃんとしたやつを買っておけば、全然、重さとかも、そんな、まあ、そこまで見なくても、それも、大体、金額に合わせて、大体重さも、大体どこも一緒になってくるんで、まあ、そこはあんま見なくていいと思うんですけど、まあ、そういう感じで、まあ、自分で、スペックを見て選びたいっていう人は、まあ、今日言った内容とかを、ちょっと参考にしていただければと思います。はい、ということで、本日はスペックの見方をご紹介させていただきました。まあ、このスペックはですね、まあ、乗ってたらなんとなく分かってくると思いますし、最初は結局、そのヘッドアングル何度がどうか、みたいなの絶対分かんないんで、まあ、とりあえずそれ乗ってみて、まあ、自分が乗ってるフレームとか、まあ、サイズがどれぐらいかっていうのはなんとなくね、最初に、まあ、覚えとって、まあ、今の乗り味。で、変えるときに、まあ、ちょっと違う長さ、もしくはヘッドアングルとか変えてみて、
あ、乗り味こういう風に変わるんだみたいなのを、まあ、少しずつ感覚で掴んでいくみたいな感じになると思うので、まあ、本当最初はね、まあ、無難なというか、まあ、有名なメーカーで、まあ、それなりの金額のやつっていうのを、まあ、購入しておくと、まあ、間違いありませんので、そこから、まあ、BMX ね、ぜひ始めていただければと思います。で、このラッシュチャンネルでは、この BMX のハウトゥー動画とか、まあ、ストリートフラットランド、まあ、最初にね、どういった技をやっていけばいいか、みたいな、ね、ハウトゥー動画も上げておりますので、BMX 買ったら、ぜひその技もチャレンジしていただければと思います。で、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということで、以上 BMX ショーチームラッシュパワーマー巨泉でした。ご視聴ありがとうございます。